6月10日金曜日、ニュースオクエド、ナビゲーターの船橋昭恵です。早速本日の出演者をご紹介いたします。ゲストは津田塾大学学芸学部国際関係学科専任講師の松崎秀也さん、解説員は政治外交ジャーナリストの原野常司さん、アンカーはノーボーダーニュース東京編集主幹で明治大学名誉教授の蟹瀬誠一さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松崎さんはオプエド初出演となりますけれども、津田塾大学では専任講師を務めていらっしゃいますが、ウクライナとモルドバ、現代政治史と伺っております。どのようなきっかけでウクライナの研究をされることになったんでしょうか。はい、これはですね、学生時代にモスクワに留学したことがあるんですけども、その時にですね、どうもモスクワに馴染めなくてですね、何を考えるか、ウクライナのキーウに旅行しに行ったことがありまして、その時にロシア その周辺の国々のナショナリズムが一体どうなっているのかということに、興味を持って、ウクライナとかモルドバの政治史を研究するに至っています。そんなウクライナの政治史がご専門の松崎さんに、ウクライナロシア情勢を理解する上でキーとなるオリガルヒという言葉についてご解説いただきたいと思います。オリガルヒ、はいはい、これは一言で言ってしまうと、政治権力と癒着する大資本家のことを、意味していて、その特徴としてはビジネス上 の利益を優先して、その優先するあまり、政治に深く関与していく、そんな特徴を持っています。で、なんでこんなことが起こったのかというと、その起源はそのソ連解体の過程の経済的な側面にあるんですけども、当時社会主義から民営化ですね、国有企業が私有化されるっていう、その過程でですね、一部の実業家なんかが富を蓄えたことに始まります。例えばウクライナで言えば石炭エネルギーとかガスとかメディア等ですね、そういう産業を一部の人が、ビジネスマンが蓄えたことにあっています。で、よく言えばですね、その経営の際が、あったとは言えるんですけども、悪く言ってしまえば、強欲で、それによってですね、貧富の格差っていうのが、広がったことがあってですね、そういうこともあって国民の間には非常に不満がありました。で、また選挙で選ばれないビジネスマンがですね、その、ビジネス その利益を利権を守るためにですね、政治に関わってくるわけなので、これ非常に問題であってですね、それが今日も引きずっている、そんな問題があります。分かりました。蟹瀬さんはちょうど一昨日、ご自身のノートにオリガルヒについて言及された記事を書かれたそうですけれども、これはどんな内容だったんでしょうか。これはね、やっぱりものすごい距離は離れてるんだけど、ロンドンっていう場所がオリガルヒにとってはとっても大事な場所でね、そこでその今お話あったように、もう非常に悪どいことをやって、で、資源とかエネルギーとか金融企業とか、そんなものをうまく買ってまた売ってって言って儲けてきた連中なんですけども、全部金はね、ロンドンの方へ、流して、でそこに溜め込んでるんですよ。で、僕はロンドンにいた頃もね、もう非常に評判悪くて、一等地買い占めてね、でそのあたりはね、ロンドングラードって言われた、グラードってちょっとロシアのほら読み方があるでしょ、レニングラードと、それと同じでもロンドンの街、あるいはそのテムズ川沿いのモスクワとか言われてね、でもう大変なお金を、そこで、それからそこからオフショアへ動かしてやってるんですけどね、プーチンの頃になってね、本当にひどくなってね、なぜかっていうのをいろいろ調べるとね、やっぱりプーチンはこう強権だから、こういう財閥を縛るわけね、だけどお互いに儲かるようにするんで、彼の手口って、お前の資産半分俺によこせっていう、ものすごい話なんだけど、そうすると残り半分はお前になると、でそれが嫌だったら俺が全部没収してお前ら監獄にぶち込むぜっていう、こういうすごい荒っぽい、もうヤクザまがいのことをずっとやってきてるわけですよ。だけどこのおかげで、そのさっきご説明があったオリガルヒっていうのは堂々と私腹を肥やしてね、でいろんなこういう経済制裁にあっても、まあいいこと資産を隠してね、いるんですよね、松崎さん。はい、ロンドンのこう富豪だけが、ロシアの富豪だけがオリガルヒというふうに呼ばれるんでしょうか。いや、ウクライナもありますよね。
そうですね、これオリガルヒって概念なので、オリガルヒっていう人が別にいるわけじゃなくてですね、分析概念なので、まあ、よくその、ロシア語でまあオリガルヒっていうのを、ウクライナ語でオリハルヒっていうべきじゃないかとかありますけれども、これ分析概念なのでオリガルヒっていうのですね、もちろんロシアにもウクライナにも、他の旧ソ連諸国にも、います。わかりました。それではノーボーダー DX スタジオから生放送でお届けします。ニュースオペエドスタートです。ではここからは政治史から紐解くウクライナ情勢について伺ってまいります。2月24日のロシアによる侵攻を境に世界中で注目されながらも未だ続いているわけですけれども、ウクライナの政治史がご専門の松崎さんは2月の侵攻を聞いたときはどんな思いだったんでしょうか。はい、そうですね、まあ、形はショックでしたね。一触即発の状況でしたので、はい、まあ、戦争の、まあ、危機が高まっていると思っていましたけども、まあ、どうにかその外交交渉で止めてほしいとは思っていました。で、侵攻するといっても東部ドンバスはあるかなというふうには思いましたけれども、まさかいきなり最初に首都のキーウにですね、侵攻するとは私は予想していませんでした。でさらにですね、その目的というのがゼレンスキー政権の打倒にあると、これは2014年からずっとウクライナの紛争がありましたけれども、その紛争の性質がですね大きく変わってしまったなというふうな印象を持ちました。というのも、これまでそのロシアはウクライナ軍事介入していましたけれども、その政権の打倒なんてことは表立って掲げていませんでしたし、また東部ドンバス紛争もですね、ロシアの介入というのは明白でしたけれども、公式的に軍事介入していたわけではなかったので、まあ、これがですね公式に軍事介入して、しかもその政権の打倒を掲げているというのは、もうこれは大きく紛争変わってしまったなというふうに思っていて、もうこれは早々には終わらないという、まあ、そんな印象を持ちました。まあ、日本でもねずっと連日伝えられてきて、最近は少しワイドショーの視聴率が多分取れなくなったんであまりやらなくなりましたけれどもね、やっぱ欧米っていうか、まあ、欧米っていうのは大げさな言い方だけれども、いろんな諸国の報道を見てると若干日本の報道ってなんかずれてるような気もするところがあるんですけど、松崎さんからご覧になって日本のメディアの報道どのあたりに問題があるんでしょうかね。そうですね、侵攻前から思ってたんですけれども、その、ロシアはじめその相手の主張っていうのをそのプロパガンダとかですね、偽情報とかっていうなんか言いくるめちゃって、そういう言葉が乱用されているってことには個人的には、侵攻前の外交交渉の時から疑問に思ってました。っていうのも事実を確定させていくっていう作業って思いのほか難しいことだと思うんですよね。そうですね。で、まあ、様々な、まあ、リソースとか情報とかを突き合わせてですね、相対的に見て事実を確定させていって、さらに、まあ、自分以外の、第三者の人がそれをその情報を合わせればですね再現することができるというのが一番ベストな状況だわけですけれども、こうしたその事実の細部を検証しなくてですね、もう相手が言ってることをプロパガンダというふうな言葉を言っててですね、相手の主張をこうこの言葉のもとに覆いかぶせているっていうのは非常に問題なように思ってました。これは原野さんね、やっぱり日本のメディアってアメリカのメディアを見てるなっていう感じを僕は印象を受けたんですけど、どうなんでしょうね。全く情報ないんで、それを引き移してやってるんで、やっぱりバランス変えてますよね、それはね。だからそれはしょうがない。ヨーロッパのだけどご存知のメディアの書き方ってまた違いましたよね。うん、違いますね。BBC と CNN じゃ全然トーンが違う。やっぱり身近な国境を接している国もあるし、ちょっと山越えればもうその対立するところもあるよね。コーカサスとかね。だからそういう状況の中で発言は相当やっぱり慎重だし、それから確かに西側の情報が、SNS でいろいろ拡散してますけど、片方ロシアの方は、情報統制してるんで、この非対称の中でですね、バランスを取って情勢判断、さっき松崎さん言われたように一つ一つの事実を確定していく作業っていうのは相当遅れてるわけですよね。
だからそういう意味でやっぱり注意して見ていかなきゃいけないっていうことはあると思いますね、うん。まあ、戦争っていうのは特にそういうなんていうかメディアによって、あるいはメディアのを使いながらね、当事者たちが情報を操作していくっていうのはこれまでの歴史の中にも随分もう見られるわけですしね。それからやっぱり松崎さんがね、その専門の歴史をやっておられるように、ヨーロッパの歴史についてですね、日本のメディアのレベル低すぎるような気がするんですね。おっしゃるとおりですね。アメリカだとか中国についての、解説者の方はたくさんいますけども、本当にその複雑怪奇な歴史を持っている、中央、そのボヘミアからですね、昭和アジアまで含めて、もちろんハンガリーだとか、そういう地域の問題も含めてですね、事情が分かんないまま突然ウクライナとロシアの話になってっていうことがあってですね、クリミア半島だって、私はちょうど1989年に、パリの特派員から日本に帰ってきて、そしてすぐに湾岸戦争に、外務省に突っ込んで3年間その外務省のキャップをやってたんですが、政治部でデスク やりながらやってたんですけども、そういうその現場から帰ってくるとですね、ヨーロッパでは何言ったかというと、冷戦の終わりはですね、デパセヤルタ、ヤルタを越えろと。ヤルタっていうのはクリミア半島の中にあるんですよね。だからそういうで、今回もそうですけども、やっぱり、そういうことはすっ飛んじゃったまんまですね、クリミア戦争、昔のクリミア戦争の話が出てきてもですね、ゴルバチョフがクリミアで、幽閉されてですね、エリツィンがそれに抵抗して保守派を追い出したから、ソ連が崩壊していく過程とかっていうのはすっ飛んだまま議論してるわけですね。そうですね、やっぱり歴史的な視点っていうのが、そこのところ、打撃を、最大の打撃を受けたのは8月に、佐藤勝っていう、そのラスプーチンっていう彼がですね、日本の外務省に、ちょうど私外務省にいましたから、彼がクリミアで大変なことが起きてると、ゴルバチョフが幽閉されたっていうニュースを駆け回ってですね、町内を歩いたのを覚えてますよ。その後、しばらくしてですね、ウクライナが独立宣言するんですね、これがソ連の崩壊で、その年の12月25日にゴルバチョフが大統領を辞めるんですね。あの辺の流れっていうのはね、非常に、だからそれをもう一回よく頭に置いてやるべきだと。だから松崎さんのようなその歴史に詳しい人がですね、時間を取って喋るということは難しいと思いますけども、この番組で今からお話しいただきたいなと松崎さんに思ってるんですけど ね、ちょうど僕の手元に届いたね、週刊ダイヤモンドね、これの、トップ記事というか、カテゴリーに、こう書いてある。愚か者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶと。松崎さんぴったりの言葉だなって気がするんですけどね、ものすごい過去まで戻るっていうことじゃなくてね、今話が出たそのソ連崩壊後のですね、ウクライナのこの政治状況とか、そういうものの流れっていうのをちょっと教えていただけますか、松崎さんが一番こう見てこられた。まず今のウクライナの国境、これにはクリミアも東部もちろん入りますけれども、それはですね、ソ連解体で、できました。当時、ソ連を構成していた国の一つとして、ウクライナ共和国があったわけですけれども、それがソ連解体によって独立国家になったわけです。で、最初の時はですね、まずはソ連解体によって、獲得した独立であったり主権っていうのを確立させていくというのが、まず初代のクラフチク大統領に非常に重要だったわけです、で、今とは国際関係大きく間違いましたので、当時はそのロシアかヨーロッパかっていう、二者択一ゼロサムでですね、捉えていなかったわけで、初段の時にはその全欧州の安全保障システムを策して、ヨーロッパとロシア その架け橋になるということを目指していたわけで、最初の時にはロシアとの経済協力を通して、EU 加盟を目指す、非同盟でも中立、そして核兵器も放棄するという方針を取っています。核の放棄はすごかったですよね。
この核兵器は、まあ、今はですね、そのあの時核兵器放棄すべきじゃなかったとかいう意見もありますけれども、当時はそうせざるを得なくてですね、なんでかっていうと、国際社会の中で責任ある主権国家としての、まあ、地位をですね、他の国に認めてもらうっていう必要がありましたので、そのために放棄したっていう意味合いが非常に強かったわけです。その後の口間さんはその辺からまたあれですか、変わってきたんですか、ずっとこう引き続きその路線で進んでいったってことですかね。そうですね、口間大統領の時にも基本的には外交はそういう路線でありまして、彼もですね、ロシアかヨーロッパかっていうゼロサムで別に捉えてなくて、もちろん内政ではですね、権威主義体制ができてきて、でまあ、ジャーナリスト、まあ、これ政権に批判的なジャーナリストいましたけども、その、まあ、殺害に関わったっていう、まあ、カセットテープ事件っていうのがあるんですけども、はい、これが、まあ、明るみに出ると、まあ、それに対して反政府デモが活発化してですね、うん、まあ、西欧諸国からそのクチマに対しての批判というのはありましたけども、それでも、うん、非同盟っていうのは堅持されていてですね、うん、実はまあこの本ですね、クチマ大統領が書いてるんですけど、これウクライナはロシアじゃないっていう本なんですね。ということもあって、まあ、一般的にクチマはその権威主義体制でロシア寄りともられてますけども、うん、別に完全にロシアに振り向いたわけじゃなくてですね、そこはその別にゼロサムで捉えていなかったっていうのが、あります。ただロシアに歯向かうことの恐怖感というのはおそらく相当あったんじゃないかという気がしますけれどもね、ウクライナの歴史をずっと見てくると。もちろん資源、天然資源についてはロシアに依存していました。で、まあ、そうした、まあ、ロシアとの経済協力とかそれをテコにしてですね、国力を増強させて、最終的にはヨーロッパ、EU に入りたいという、まあ、そんな気持ちも、まあ、あったわけです。してみるとやっぱりまあ、なんていうか運命って言いますかね、ヨーロッパサイドとロシアという大国の間の、まあ、一種のバファーゾーンという位置づけになっちゃったわけですよね。国民が望むに望むと望むまいと。そうですね、まあ、バッファーゾーンとしての位置はありましたけれども、ただバッファーゾーンでもできることっていうのはウクライナは、まあ、見出していたっていうのもあってですね、それがまあ、冷戦が終わった後はその世界平和になるということを言われてましたが、当然その2000年代にこう入っていくと、うん、まあ、テロとの戦いとかあってですね、はい、その、まあ、いろんな、まあ、問題に対しての、主要国の間での、まあ、対立が高まっていて、というのは認識は持っていました、うん、でこうした中でウクライナとしてはその非核保有国、そして、どちらの、軍事ブロック、まあ、にも属さないと、まあ、非同盟ということを堅持するということが、リージョナルなその軍事的な緊張を低下させることにつながるというふうに、まあ、捉えていたので、まあ、それをずっと保ってきたというのが、あります。まあ、しかし歴史を振り返っていくと、このスターリンの頃にね、これだけ豊かな土地で大変な餓死事件が起きたりとか、そういうことを繰り返してきて、それでプーチンになってからですね、やっぱり相当難しい状況があったんじゃないかなっていう気がするんですね。特に2014年で、まあ、大きなターニングポイントを迎えたわけですよね。そうですね、まあ、そうした、まあ、今までの方針というのが変わってしまったのが2014年の時の、まあ、ロシアのクリミア併合というのがあって、まあ毎段で政変があってロシアがクリミアを奪ってですね、はい、まあ、毎段というのは広場のことですよね。そうですね、毎段で反政府、親ロシア派の大統領に対して市民が反旗を翻したという。そうですね、エネルギーの値段が上がったっていうのもあってるんですけどね。そうですね、マイダン政変っていうのは、まあ、政変前からでしたけど、まあ、ウクライナの当時のヤヌコービッチっていう、まあ、大統領がいて、まあ、その人がかなり汚職がすごかったことですから、それに対して、まあ、デモ活動が、まあ、実施されていて、で、まあ、彼がですね、EU との、まあ、関係を、まあ、ちょっと締結する、まあ、連合協定っていうのがありましたけど、それを、まあ、撤回して、すると、まあ、それに対しての抗議活動っていうのが非常に高まっていってですね、
で、まあ、結果としてデモは過激化して、まあ、ヤヌコービッチが逃亡しちゃったっていう、まあ、そんなマイダン政変というのと、まあ、ロシアがですね、まあ、クリミアを併合し、そしてまあドンバスもですね、まあ、ロシアは実質的に支援しながらですね、2つの、まあ、分離主義的な政体がですね、まあ、できてしまった。で、まあ、当然これウクライナ政府からすると認められないわけなので、領土が、奪われる、主権を侵害しているわけなので、まあ、当然認めなくてですね、それの武力を通して、再統合していくという、まあ、東部の再統合ということを挙げて、タイテル作戦というのを、まあ、遂行して、でもうロシアは断ち切ってですね、ヨーロッパにの方に向いたっていうのが、この時2014年の時の大きな変化です。だけど、まあ、それと同時にやはり西の方を向いたはいいけれども、西の方はそんなに直接的に助けて、今回のケースなんかもそうですけどもね、くれないっていうか、最初のウクライナの併合なんかにしても、もちろん経済制裁っていうのはやって今も続いている部分もあるんですけれども、 そこまでで終わってるっていうところが、プーチンにしてみれば、あ、これやれるじゃないのっていう感じになったんじゃないですかね。まあ、今のプーチンとしてはもうその外交っていうのを諦めて、その武力で侵攻してですね、軍事力を使ってまあ、自分の方に向かせるっていうんですかね、まあ、ロシアに、ウクライナに対する影響力を、回復させていくということをやっているわけで、まあ、もちろんですね、まあ、ヨーロッパ欧米諸国は、軍事介入はしていないし、そこはできないと思うんですね、その世界大戦になってしまうから。ただ、まあ、それでもですね、2014年以降その NATO とか EU からですね、まあ、いろんな支援っていうのは受けてきてですね、例えばまあ軍改革とかっていうのはですね、2014年の時はもう本当に実質的に何もできないままですね、そのいろんなところで紛争が起こったりしていましたけれども、それからその 軍事部門をですね、まあ、かなり再建して、それはNATO 側もかなりコミットしていたんですけれども、うん、その側面はまあ進んだというのはあります。ただまあ汚職なんかの改革はEU とかまあかなり言ってましたけど、全然進んでなくてですね、そういうの、はい、あれやっぱり NATO とか EU が入れないよと言ってた理由はそのあたりにあったわけですよね。内戦状態にあるとか、一部分がね、それからその汚職が非常に進んでるとか、そのあたりどうご覧になってますか。まあ、NATOとしてはその一応開かれてますっていうことを言うので、加盟できませんっていうことは言えないと思うんですよね。でそこは、まあ、ウクライナとしては、まあ、ともかく NATO を加盟したいっていうことに対してノーとは、まあ、言えなかった。まあ、言えないわね、やっぱり言いたかったですもんね。ただ、まあ、かなり全然進んでもなかったので、まあ、加盟する見込みっていうのはあんまりかなり低くてですね、そのあたりも、まあ今の侵攻が始まる前に外交交渉をいろいろ行っていましたけれども、そこはですね、まあウクライナとしては NATO を加盟するという位置づけで、まあ、NATO としても、まあ、開かれてますということをですね、まあ、自由意志に基づくんですと言いながらですね、進んでいった結果、まあ、こうなったと。まあ、もちろん NATO がそのものが問題だったと思いません。相互作用で、まあ、できていますので、というふうには見ています。そうですよ、 NATO サイドというかヨーロッパサイドがいわばそういう水を、なんていうかな、呼び水を来いよ来いよというようなことをした結果がこういう結果になったというような見方はなさないんですか。つまりロシアから見ると非常に急速にね、NATO サイドが拡張してきたわけですよね。だからプーチンがこれをこう危機だと感じるのは、まあ、当たり前といえば当たり前というような気もするんですけど、まずまあ、NATO は個人的には東拡大してもですね、別にそのものが別に問題だったとは思わない、思ってなくて、でまあ、ただ NATO っていうのはその価値共同体でもあるので、ロシアからすると、まあ、アメリカのですね、影響力がなんか及んできてですね、いずれなんかロシアにも、まあ、及んできてですね、内政にも、まあ、悪影響なんじゃないかって、まあ考えているわけなんですよね。でただ、まあ、これはですね、基本的にロシアって
って、大国しか見てないんですよね。まあ、ウクライナのことなんて全然全く見てなくて、その位置がどうであろうと、まあ、関係ないし、まあ、そんな状況を作ったのは2014年の時のロシアのクリミア併合にあったわけですけども、まあ、そんな状況もお構いなしにですね、全然もうウクライナのことなんて全く見てなくてですね、まあ、それがまさに現れているのが最初、まあ、無謀にも思える、まあ、キーウの侵攻にあったというのがあります。松崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。原野さん、蟹瀬さん、ありがとうございました。来週6月13日月曜日のニュースオペエド、ゲストは元ラグビー日本代表選手で神戸神和女子大学教授の平尾剛さんと、名古屋大学大学院教育学部発達科学研究科教授の内田亮さんです。アンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正幸さん、ナビゲーターは小林敦樹さんです。それではまた来週お目にかかりましょう。失礼します。